ち来て。ほらほら、こっち。膝枕してあげる。嫌なの？私のこと嫌いですか？本当？よかった。今日はね、先輩に耳かきしてあげようと思って。普通にするよりも手の方でした方が気持ちいいみたいだから、手で耳かきしてあげる。こうやって手でするのって指圧耳かきって言うんだって。痛くしないように頑張るね。じゃあ行くよ。どっちの耳からがいい？
優しくするのと強めにする。
耳の裏も触ってもいい。
ぼけて、お兄ちゃんとか言ってないし、先輩は眠くないですか？先輩のこと寝てもらいたくて。
先輩。寝ちゃいましたね。私、先輩のこと癒すことができたかな。先輩のこと大好きです。え、起きてたんですか？寝たふりなんてつらいです。もう耳かきしてあげませんよ先輩。